2006年7月29日30日開催の FF8 会場の花博公演総監ファンシーフロンティア開拓同漫祭は台湾のアニメ情報誌月刊フロンティアによって台湾で開催される台湾最大規模の同人誌即売会である2002年10月5日6日に FF1 が開催された共産共催している台湾国内タ都市での類似イベントも 本校で述べる。毎年、冬休みと夏休みの年2回開催される。他の時期には、サブイベントとして、アシマドーマン創作展、プチファンシー、模型創作祭、リアリティファンタジー、原はじめ作品交流展、コミックの場などが開催される。略称は、FF。例えば、2016年冬開催の、ファンシーフロンティア開拓、ドーマン祭27は、 FF27、同年夏開催のファンシーフロンティア開拓、同満祭28は FF28 と呼ぶ。ファンシーフロンティア開拓、同満祭は出展サークル数が1000以上、一般参加者を含めると5万人を超える、同人イベントであり、2015年8月29日30日に開催された FF26 には6万人以上が参加した。 同人誌即売会や企業ブースには台湾全土からだけではなく日本など国外のサークルや企業も参加する。日本のアニメや漫画に関連する同人誌やグッズなどが多く雰囲気も日本のコミックマーケットに似ているとされる。毎回日本から作家や声優、クリエイターなどをスペシャルゲストに迎えてトークショーやサイン会。 ミニライブなどのステージイベントが開催される。FF1 には、大地平太郎、木村真一郎、長浜博森木春康、安原玲子がゲスト出演した。もともと以下の3点を目的として、本企画は作られた。東園県の FFT フフ、高雄市の FFK8 大中止の FFTCCN の初回は、国立台湾大学総合体育館 B1 卓球室で、 CN2、CN7 CN は国立台湾師範大学中聖堂で開催されている FFK42 校は高尾市政府文化局主催で会場は白二芸術特区。ありがとうございます。